皆さんこんにちは、ムチョと申します。あの名物馬主さんが一口馬主撤退かっていうことでですね、いやちょっとこれは界隈にとってはですね、いや衝撃的なニュースなのではないでしょうか。こちら先日引退したね、怪物イクイノックスであったり、同じくシルクの最強牝馬アーモンドアイ、他世界最高賞金レースをね勝利したパンサラッサなんかにもですね出資されている、本当にね偉大な実績をお持ちの方なんですけれども、まあ本当ブログ等でですね長らく一口に関するね情報を発信してきた方のこのニュースっていうのはね本当に驚きましたし、まあちょっとね寂しい気持ちにもなったところでございます。ということでね、まあ一体その方が誰なのかと言いますと、ご存知グリグリ君さんでございます。いやこれはね驚きを隠せません。まあメインはね有名なアメブロの方でやられておりますけれども、今回ツイッターでですねこのようなツイートをされまして、まあ、一口馬主をですね今年をもって一区切りつけたいということをおっしゃっております。まあ本当どれだけねこの方が一口に注力されてきたのかっていうのが本当にわかる成績ですよね。 JRA 通算1164戦と、そのうち勝率 10% を超える1285勝に獲得賞金474億円、そして国内外の G1 を45勝と、もうねちょっと私が一生かかってもね達成できないであろう実績っていうのを積み上げてきたと。もうこれ頭数で言っても1頭15戦平均してするとしたら670頭とか持っていたっていうことになる数ですからね、一体1年にね何頭出資が必要なんだっていうのとね、まあその金額っていうのもちょっと衝撃的なものになりそうなものですけれども、まあでもねもちろん数を打ったところもありますけれども、先ほどの3頭だけではなく40口でもグランアレグレアやシャフリヤール、フィエールマンと、もう日本ダービーを取る馬に G1 をね複数勝利する馬まで持っていらっしゃいますし、他にもデアリングタクトといった三冠馬やインディチャンプ、サートルナーリア、アルワイン、サリオス、シューバーとしても評価される馬たちっていうのも所有されておりました。まあ本当にね驚異的な数の名馬たちをね所有されてきたグリグリクさんなんですけれども、まあ本当にこれが一口馬主の現実だなって思ったのが、いや本当にこれだけの馬を持っていながらもですね、やはり14年間やってきた結論としては、一口馬主は儲からないけどいい思い出が作れるということでね、やっぱり儲からないのかっていうところがねちょっとやっぱり現実をねちょっと感じたところではありますよね。これだけね、まあそれこそ獲得賞金トップ2のね馬を持っていたりしても難しいのかと、これはねちょっとやはり忘れてはいけない教訓とも言えるのかもしれません。まあ実際ですね、私もこれはやっぱり思うところはありまして、もう普通のこう出資の頭数で普通に当てるぐらいだと、いややっぱり絶対儲からないなっていうのは当然ながら思いますよね。もうこういう馬たちにピンポイントでね持っていないと難しいっていうのは思いますね。まあもしくは本当不可能に近いですけれども、もう全頭オープン級を当てるか、いや本当にですね、まあこれは一口馬主に限ったことではない、個人馬主さんもそうなのかもしれないですけど、まあやっぱ基本的にもう馬の価格とか維持費ってオープン級を持つありきでできてるところがあるなってやっぱ最近すごく思いますね。もうそれこそ勝ち上がりだけとか、あと1勝クラス2勝クラスでそこそこ走ったとしても、やっぱりね現実的にちょっと回収できないっていうところがやっぱハードモードすぎますよね。まあここから私の実体験としてね中止馬の状況ともご紹介しながら語っていきたいんですけど、今最もね回収率的にいいのがこのカイザーレアンという馬になるんですよね。まさにこの馬が勝ち上がってですね一勝クラスで入着もね何回か繰り返してくれているということになるんですけれども、まあこれパッと見ね獲得賞金1812万円で募集額1440万、回収率 125%、 いやめちゃめちゃええやんっていう風にね見える数値にも思えるんですけれども、ただこれあくまでこれはその獲得賞金と牧収額っていうね分かりやすい回収率がこれではありますけど、これ現実的なね本当回収率にするとこれでも大幅マイナスっていうことになりますからね、何が大きいかっていうとやっぱり維持費ですよね。ずっとねこれ記録つけてきてるんですけれども、もう維持費だけで今のところ1860万とかかかっちゃってる計算になるわけですね。もうむしろ募集額を超えちゃってるレベルなわけです。もちろんね入ってくる賞金も獲得賞金以上にですね手当とかついて考えると2400万換算、いや
なってくるものの、やっぱり維持費とね、その募集額プラスすると3000万超えちゃうわけですから、まあ、回収率はね 75% とかそういった状況になってしまうと。でこれは一口馬主特有のものになりますけれども、やっぱ会費っていうのもね1100円かかってくるわけです。でこれもやっぱり400地換算すると1頭あたりにすると1540万ここまでかかってるっていうことで、それも踏まえて考えると回収率 50% ぐらいまで下がってしまうと。まあただ会費はね、その複数と持てば、もしくは複数口持てばね、まあちょっと割合も低くなる。まあそれこそ40口であればね、そこまで大きな割合にはならないというところではあるんですけれども。まあただね、4歳終了時点でも、ほぼ全ての馬が維持費だけでも1860万かかる。これで5歳まで普通に走るんだとしたら、またさらに700万ほどかかるっていうことを考えると、1頭あたり5歳まで走ると、どの馬でもね、2500万ぐらいの維持費は、まあ絶対にかかってしまうっていうことになるわけですね。で、ある程度今の時代、どのぐらい安価な馬であっても、まあ1000万ぐらいはね、かかってしまう馬がほとんどですから、そう考えるとね、もう1頭あたり絶対に3500万以上は稼いでいただかないと、プラスにはならないっていうことになると。いやー、もうそれこそね、3500万稼ぐって言ったらね、一体どれだけの割合でいるのかっていう話になってくるわけですよ。実際ね、この5歳世代7713頭いるうち、3500万以上稼いでる馬は611頭と、まあ若干ね、最初の数に海外馬とかが含まれてるってことを考えると、7500ぐらいで割ってみると、だいたい 8% っていうことになると、これを最低でもやっぱり引いていないと、まあ、トントンにすらならないっていうわけですね。しかもこれは募集額1000万円の計算でですからね、普通に農産系のねボバとか2000万3000万は当たり前の世界になってくるわけで、維持費で言っても今回のカイザーレーンはこれでも安い方でこの価格ですから、もう馬によってはもう絶対に5000万円以上稼がないと、まあ、絶対プラスにならないみたいな現実はあるわけですね。正直私の中ではね、もう十分この勝ち上がり率とかでね平均を大余る出資がねできればね、まあ、満足みたいなところはありますけれども、まあただもうこういう状況続けてもね、もうずっと現実的な回収率はマイナスのままと。もうですから最初言ったように、もう無理難題としかね言いようがないとは思うんですけれども、もうとにかく少数で、かつ走る馬に複数口もしくは40口で持つ、もうこれしかないですよ。もちろんそれはね3勝クラスとかでトントンになるっていうだけではなくて、もうオープン級価値以上、そういったところでようやくねプロスになるっていう現実でございます。まあ特にやっぱりグリグリクさんの場合はその出資頭数が多すぎて、これだけの活躍馬がいてもなかなかそれをね上回ることができなかったっていうところはあったかと思いますね。やっぱそれだけやっぱ頭数が多いっていうのは維持費と合わせて考えるとね、相当なロスにはなってきますね。維持費ゼロならね相当ありな出資だとは思うんですけどね、会費もほんと400口だとね、毎月1000円とか3000円って少なくても毎月出走してくれないと回収できない金額ですからね。出走手当44万もらって予約1000円ですから、まあなかなか大きいですよ。まあだから個人的にはもうこれはね、一口馬主も馬主さんもそうだと思いますけど、やっぱもう現役として G1 級を当てる、そして主要馬としてのバックを得る、これでしかね、いや大きくプラスにするのは難しいんじゃないかなっていう現実は思うところはありますね。もうそれをね一発目二発目で引けたらね、それはもうずっとプラスのままいってるんでしょうけれどもね。ただやっぱ現実的には10頭20頭30頭100頭っていうか何百頭持ってもね、そういう馬に出会えないっていうね方がほとんどなわけで、まあ、やっぱり基本的にはねこうローマを追い求める世界っていうね目線が強いっていうのは、まあ、馬券とね変わりないところもあるのかなといったところです。まあでもね、そんな中でもやっぱり努力っていうのはねしていきたいっていうのが私の心構えでございます。適当に買うよりはね回収率上がるっていう目線はね間違いなくあると思いますんでね、 1% でもその確率を上げるっていうのはね変わらずにやっていきたいと思います。実際グリグリさんもねおっしゃっていたように、一口馬主での経験が個人馬主としての馬選びにもいい方向につながっているっていうふうにおっしゃってましたからね。先日個人所有のトップオブズロック
新馬戦阪神 1800m で勝利しましたからね。もうこの舞台で勝ったって言ったらもうバリバリクラシックに乗っていく可能性もあるでしょうから、全体的な成績で言っても今年もう7勝を上げていて勝率も 10% を超えてますし、まあ、かなりね好調とも言える状況なわけで、まあ、一口と違ってやっぱり回避とかもね賞金の手数料なんかも抜かれないっていうところありますんで、やっぱそのまま賞金がね入ってくるっていう意味では回収率的にもチャンスがあるっていうところはあるのかもしれないですね。まあ、もちろんねセレクトのある程度の金額ではあるのでさらなる活躍はね求められるっていうところではありますけども、まあ、個人的には本当におこがましいですけども、個人馬主さんとして一番ねチャンスがあるのかなって思うのはやっぱり日高のサマーセールで1000万以下の馬とかでもう完全ダート路線を狙っていく、いやこれしかやっぱりないですよね。それこそミックファイアだって550万っていうね価格から3冠取ることができた馬ですし、もう正直中央 JRA の芝路線でクラシックを安価な馬で目指すっていうのはまあちょっと天文学的なね確率になってきちゃうかなっていったところですね。もう嫌でも一口馬主クラブの馬を選ばざるを得ないっていう状況になってると思いますね。それこそ個人のセレクト馬で言っても相当確率低くなっちゃってますからね。大体クラブ馬上位独占じゃないですか。まああれはやっぱりもう牧場の力が強すぎるとしか言わざるを得ないところで、ちょっともう仕組み的にもうやっぱ難易度は相当高いのかなといったところでございます。そこら辺やっぱりダートはねまだまだどの馬主さんでもどの牧場さんでもどんな価格の馬でもチャンスがあるっていうことはね最近の活躍見てても思うところですし、もちろんねその中で確率を上げていく血統やね値を見たり育成調教師さんをどうするかみたいな選ぶ必要はあるでしょうけれども、まあでもこれが一番現実的なねこう金額的な投資っていう意味ではありな選択にはなるんじゃないかなと思います。今だったら全然ねこういう地方ダートで頂点に立った馬の守護馬需要っていうのもね高いんでね、そういったバックで言っても全然中央を狙うよりは可能性があるんじゃないかなと思います。芝の G1 一つとってもね必ずしも需要があるかどうかっていうのは難易度の割に分からないところがあるんでね、ということでね、まあ、本当一口買いの歴史を作ったとも言えるグリグリ君さんの衝撃の発信でございました。やっぱりなかなかね現実的に儲けるっていうのは難しいという目線でね改めている必要があるのかなと感じた次第でございます。まあでもね懲りずに頑張っていきたいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。